ポケゆるチャンネル始まるよ。本日もゆるっとポケカを楽しみましょう。ポケるチャンネルのヨウとトモヤです。さあ今日はちょっとリアルがね、最近使いたくてちょっと組んできました。型としてはザシアンとミュウを合わせた、まあ、ターボ型で組んできたんですけど、はいはい、よく見るやつですね。そこにちょっとね、僕昔からこいつ使いたくてジュペッタ君を持ってきました。面白いですね。このジュペッタ、対価の呪いの特性を持っているこのジュペッタで、はい、自分の番にこのカードを手札から出して進化させたとき1回使える。相手の進化しているベンチポケモンを1匹選び、進化カードを1枚剥がして対価させる。剥がしたカードは相手の手札に戻すっていう特性を持ってます。まあ、このリアルがスタークロノスでバン1点もらえるじゃないですか、見てたら。なのでこいつを打つときに影坊主を出しておいてスタークロノス打つと、影坊主が無傷でバン戻ってくるんですよ。ってことはそこで進化させれば退化できる。でそこでボス打って裏の V を持ち出してジュペッタに進化させれば、基本的に多分220なんで、どの V も気絶。そうです。で前に持ってきた V をまたメタルブラストで倒せば4枚取りがしやすくなるんじゃないかな。決まったらめちゃくちゃ気持ちいいですね、それ。ちょっとこの夢の構築をやらせてください。やりましょう。いや、トモヤさんは？はい、僕はいつも通りパルキアと白馬を組み合わせた白馬パルキアで対戦していきたいと思います。 OK です。じゃあ環境にどこまで食らいつけるかやっていきたいと思います。最初はグーグージャックポイ先行。はい、高校で外しかないです。高校からでも負けみたい。7枚です。うわ、種います。種いるけど嫌なやつなんですよ。よし、じゃあバトルスタート。ミュウです。パルキアです。じゃあ1枚もらいます。はい、1枚。ほうほう、輝く月光画を出します。輝く月光画特性隠し札を使います。はい、基本エネルギーを1枚トラッシュして山札を2枚ドローします。はい、2枚。じゃあこれで不思議な尻尾使います。はい、山札を上から6枚見て、その中からグッズを1枚選択して手札に加えます。はい、じゃあハイパーボール、はい、もらいます。よろしくお願いします。3枚で3枚。ハイパーボールを加えて、じゃ回収ネットを使ってカバーディエコーガを回収。はい、もう一度出します。はい、これで隠し札をもう一度使います。はい、基本エネをフラッシュして2枚ドローします。はい、2枚。どうしてそんなことってあんまり強くない気がしますが、回収ネット高く月光画を回収、もう一度出します、はい、まさかもう一回これに行こうと入って使います。なるほど、はい、基本エネルギーを正しから回収して隠し札をもう一度使いますね。やばい、いや頼むって2枚。はい、あ、よしよしよし、さすがに1本だね。クイックボールでジュラルバンをトラッシュ。はい、ザシアン V を持っていきます。はい、ハイパーボールオリジナルガンディスタンドクルバックをトラッシュします。はい、回すよ、回せ。オリジンリアルが V、うん、持っていきます。はい、よいしょ、4枚ね。4枚。4枚落として、じゃあこれで布団の剣を使用します。布団の剣、山札から3枚見て、その中のパワーエネルギーを好きなだけザシアン V につけますが、つけません。おお、持ってそうな雰囲気。怖い怖い。つけてないんか。どうぞ。はい、じゃあもらいます。はい、プリバック使います。買っちゃうよ。やばいって。水で2枚、はい、に変えます。まだ使えます。エネルギー貼って領域支配で2枚。行き道手札に変えて番号を割ります。どうしたの。はい、そうです。2枚で。おかしいやろ。マジか。1枚。はい、こうなるとちょっと話が、狙いに行くしかないね、ブレイブキャリバーを。やめちくい。じゃあメダル操作使用します。はい、トラッシュから鋼エネルギーを1枚ベンチの鋼とともにつけるのでザシアン V につけます。はい、いやもう完全にブレイブキャリバー狙ってますよ。じゃオリジンリアルガ V をオリジンリアルガ V スターに進化します。はい、これで複数のヘビーボールを使用します。はい、サイドを見てタレポケモンがいたら手札に加えますが、対象なしですね。うん、対象なし。してやりますか。上から3枚下に、このまま上で。そうですね。はい、ほいほいほい。
不思議な尻尾で使います。上から6枚見てグッズを手札に加えます。6枚です。はい、穴だけの紐を持っていきます。はい、どうぞ。3枚です。3枚、はい。いやー、狙いにくいわ。影坊主をベンチに出してクロバットナイターセットで3枚対応します。1、2、3枚、はい。じゃあトレッキングシューズ、はい、使用します。1枚見てフラッシュして1枚回収、はい。そういう感じ。回収ネットで2を回収、はい。高く効果を前にして風船を捨てます。2をベンチに出して風船で逃げます、はい。じゃあこれでもう一度不思議な手法を使います。上から6枚見て6枚、はい。6つを1枚手札に加えます。加えるんだな。どうぞ。3枚で。3枚トレーニングコードを使います、はい。1枚回収します。じゃあこれで5番確実を使います。フラッシュして2枚、はい。引いて、エネが引けない。エネが引けないよ。エネが引けないのでってことはこれ不当で終わりやな。なんとか命拾いした。エネが1枚足りなかったんで、この次、はい、3枚見てあえて貼りません。いっぱい来てるんだろうな。じゃあやめます。これか。前のに、エネルギーを貼ります。どうぞ。まま進化します。はい、次じゃあ V スターにします。どうぞ。スタジアムを雪道に貼り替えます。よくないね。じゃレベルボールを使います。はい。なんでパルキアムにこんな盤面が細いんだ。狙っていくしかない。やめてくれ。メッサンをレンジに出します。はい、どうぞ。マイストお願いします。2枚でお願いします。これで、楽なエリー使います。はい、180点で秘術で、はい。で、最後1枚はい、どうぞ。これで月光画を前に、はい、1枚いきます。1枚じゃあ、キマン使います、はい。このワードは前の相手の番に自分のポケモンが気絶していなければ使えない。気絶したので使います。基本鋼エネルギーを出し半分につけて、敵から好きなカードを1枚持っていきます。はい、じゃあこいつを持ってくることにしますね。はい、どうぞ。じゃあ3枚お願いします。3枚、はい。ザシアンに1枚、はい、エネルギーを奪いします。じゃあザシアン V をザシアン V スターに進化します。はい、でザシアン V スターにこだわりルートを貼ります。おお。じゃあこれで月光が逃げます。はい、ザシアン V スターを前に270ヤマピコフォーン、まあ、フル展開無理だろ。さすがにきつい。さすが、さすがにだろ。いやもう拍手だな、ここで来られたら。これで技ブレイクエッジ、はい、200点与えて、この技のダメージ弱点抵抗力と相手のバトルポケモンにかかっている効果は計算しないので、はい、200点どうぞ。はい、ベルト込みで230になりますね。はい、じゃあ頑張ります。どうぞ。しまい、はい、使います。どうぞ。スラクイックボール、はい。水ポケモンがパルキア V をできます。どうぞ。で、パルキア V そのままベンチに出します。クイックボールでジェネルギーをトラッシュします。どうぞ。で、月光が持ってきます。はい、まだ触ります。ジネオン進化ブラ工作を使います。はい、ブラ工作でトレーニングコートを持ってきます。終わらないで。スターポータルからの月光がダメ。ただどこにどう貼るか、とりあえず隠しとしてから考えましょう。こういう時は。はい、マイスお願いします。3枚下でお願いします。はい、3枚下に送ります。で、雪道をトレーニングコートに貼り替えます。はい、隠し札でエネルギートラッシュして2枚引きます。どうぞ。トレーニングコートの効果で水エネルギーを回収して、このパルキア V に貼ります。どうぞ。回収ネットでメレオン回収します。はい。メストはそのまま。そうですね。はい。回収。じゃあ、これで、技、アクーナウネリを使います。エンチポケモントータル7体なので、20×7 で142プラス60の素点で200点、ザシアン V に与えます。200点くれます。はい。これでバン終わります。
じゃあ1枚もらいます。はい、1枚。じゃあ隠し札使います。基本鋼エネルギーをフラッシュ。はい、2枚ドロー。使われてしまった。いやっほーい。じゃあオリジンリアルドに1エネルギー。はい、メタルソースは使います。はい、トラッシュの鋼エネルギーをベンチの鋼ポケモン、オリジンでやればビスターにつけます。はい、穴抜けの紐をお願いします。ここで穴抜けですか。どうぞ。ハルキア V をお願いします。あれ、いいんですか。ハルキア V こんなはずじゃなかった。いいんですか、こんな悠長なことしちゃって。こんなに出せるやつがいないんだ。ゲコが。はい、それじゃあいきましょうか。真骨頂ジュペッタ。はい、進化させます。特性対価の呪い。自分の番にこのカードが手札から出して進化させたとき1回使える。相手の進化しているベンチポケモンを1匹選び、進化カードを1枚剥がして対価させる。剥がしたカードは相手の手札に戻ります。じゃあオリジンパルキアブイスターを対価。はい、対価。元の HP が220で乗っているダメージは230なので、パルキア気絶。気絶。じゃあねー。やばい。ここで最後の2枚あります。それじゃあ逃げましょうか。盤面がじゃん。何も残んない。じゃあこれで罠宣言しましょうか。はい、ブレイクエッジ、素点200点のこだわりブレートでプラス30されているので230点をオリジンバルキア V に与えて気絶させます。やばい。じゃあ2枚こっからどう戦うんだ。4枚取りきましたね。バズってきた。あ、メッソンを前に出します。いやー、よかったー。まずいな。じゃあ引きます。ハルキアが2体1ターンで倒されるとは。あー、スターポータル打ちてー今。どうして。ダイニングコートで1枚回収して隠し札。はい、どうぞ。今引きます。進化のコート使います。はい、インテレノ持ってきます。はい、まだ触ります。キバナ使います。はい、で、メッソンに水エネルギーを貼ります。どうぞ。で、1枚加えます。不思議な目使います。で、進化。はい、で、裏工作使います。はい。ハイパーボールとビッグボールを手札に加えます。どうぞ。ビッグボールで、ミネレオンをトラッシュで。はい。ハルキア V を持ってきます。はい。盤面を立て直さないと、どうしようもなくて、ハイパーボールで、ジメレオンとクロススイッチャートラッシュで。どうぞ。メッソン持ってきます。お出前さんお願いします。じゃあ2枚お願いします。はい、2枚下に送ります。インテオンに水エネルギーを貼って、それでまたアクアバレットを使います。はい、はい、220点。後ろはオリジンビュアルガニ2点で。はい、じゃあ320乗ってるので切れします。はい、サイド2枚もらいます。お前は十分に戦った。十分すぎる。じゃあ、叶えて月光画を前に出します。1枚、はい、1枚貼ります。はい、メタル操作やばいって。4枚やばいって。4枚ついて、ハイパーボールバトルビッパス2枚をトラッシュ。また贅沢な使い方した。じゃあミュウを持っていきます。はい、お願いします。2枚で。2枚トレッキングシューズ使います。はい、1枚見てトラッシュ。1枚。じゃあ結構が見てます。はい、じゃあこれで不思議の尻尾使います。はい、上から6枚。1、2、3、4、5、6枚。はい、6枚見ると、じゃあトレッキングシューズ。はい、いきます。お願いします。2枚。はい、じゃあトレッキングシューズ使います。はい、1枚、トラッシュ。1枚、うーん、違う。回収レット。はい。じゃあ、オリジンデュアルガウィスターを。はい。前に。抗うか。じゃあ、こちらも全力を尽くそう。もしもしねだ。おー。うわ、本当はね、メタルソーサー持ってきて、まあ、落とすのが一番良かったんですけど、無理だったんで、このままメタルブラスト。このポケモンについている破壊エネルギーの数40ダメージ追加。なので、素点40の 2C4 枚ついているので、200点。くらいます。必死だ !20点足りず。頑張ります。どうすればいいんだ、こっから。とりあえず、たっぷり負けて。このまま、終わってくれ。
水エネルギーを持ってきます。はい、枚数を2枚進化します。隠し札消えなんだよな、隠し札で。はい、違う、パンを返せ倒したい、パンを返せ倒させてくれ、倒れたら勝ちよ深い。いやでもちょっと要求高いな、やめてやめて、さすがに無理だ、さすがに無理だ。ベルトとヤマビコ見えで家族でしょ、エネは使ってないからいけるとして、ね、そう、スターポータルがあるからよくて、ベルトでヤマビコを持ってくるってのは無理だ、無理だ無理だ。ベルトとヤマビコを持ってくると種が足りない。あ、そうか、ベルトヤマビコ5体ね、あと2体、ユネリオンと回収ネットを持ってきます。どうぞ、叶うのか俺の夢。枚数を2枚、はい、2枚下に置く。で、回収ネットで銀行が回収してもう1回出します。はい、隠し札で現地に白馬を出します。の、カンバレベルボールで、お前嘘だろ、ヤマビコサイドか、ヤマビコサイドだー、いやほいベルト引いた志村豪作に来たのにぶねーいけたじゃん、これで危ねー危ねー、嘘だろお前、何をリングしたんだ、本当にあるか見たぞ、ヘビーボールって感じ。ナイス、じゃあ2枚で、はい、1回ポータル使っておきます。どうぞ、全部前に貼っちゃう3枚を前に抱いていきます。これで奇跡のヘビーボール使います。はい、おるー残念だったはずだったのに、あぶねー、ヘビーボールってグッズ持ってこれないんでしたっけ。ダメなんですか、ダメなんですかこれ、ボールは捕まえられないんだな。ヤマビコってポケモンじゃないんですか、すつえーちくしょう。じゃあこれでアクラに何点だね、7に、7に1200のベルトコピー230点で230か、そうかおかしいほら1枚引いて、じゃあメタルラスト200点与えて気絶させて、最後2枚もらってありがとうございました。ふぅ、いやー救われた。いや最後操作かベルトを前のターンで引けてれば落とせて終わりだったんで、本当はこれやらないと今みたいに落とされる可能性があったんで、まあちょっと諸説なんですけどまあでもリソース管理をもうちょっと上手にやれば最後落としきれたのかなとは思います。粘土がちょっと足りなかったですね、まあ、最初しっかりこのジュペッタ君がね盤面、でも盤面破壊したんだけどなんで追い詰められてるのかねいやー一時はどうなることかと思ってまあでもやっぱりしっかりこいつがね対価で盤面崩せたんで、まあ、こういう動きができるのかっていうふうにはちょっと勉強になりましたいやーそうです、突然それ飛んでくると焦りますね。でももっとね、うまい構築直してくれれば全然回るんじゃないかなとは思うので、頭いい人頑張ってこいつで結果残せるデッキを作ってくれると嬉しいなと思います。見たいですね、ぜひとも、まあ、楽しいデッキかなとは思うので、はい、ぜひ皆さんで作って試してみてください、この動画が少しでもいいなと思った方は高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。